いや長友くん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですねこちら、はい、株式会社デンサン様、こちらの従業員様向けに私どものサービスを知っていただくために無料相談会ということで、従業員様を無料相談しようとなるほど、会社に来て PR するで斬新な企画だね。まあ、それに合わせましてデンサン様の会社の PR もしていただければと思っております。はあ、これ営業と営業、はいはい、まあ、持ちつ持たれつだね。そうですね、 B2B でやっていきたいと思っております。ウィンウィンだね。そうです、 B2B ですねブースを構えておりますので、はい、課長にはですね従業員の方をそちらにどんどんトスアップしていただければと思いますので。わかりました、よろしくお願いします。頑張ります。はい、さあそれでは今回多大なご尽力を尽くしていただいてますデンサン総務課課長川野さんにお越しいただきました。今日はありがとうございます。ありがとうございます。宮崎空港そばにある株式会社デンサン、 IT をベースに企業や自治体に役立つソフトやシステムを開発し、会社の運用や効率化をサポートします。さあどなたかいないですかね。お、こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。お名前を教えていただけますか。星原拓也と申します。星原拓也さん、はい。アイドルみたいなお名前じゃないですか。星ついてるんでキラキラしてらっしゃるなと思いました。ありがとうございます。星原さんはどんな部署で働いてらっしゃるんですか。私は公共営業部、自治体様向けのサービスを、はい、提供しております。はい。ご結婚されてるんですか。いや、独身です。独身、はい、どんなところに住んでらっしゃるんですか。今実家暮らししてるんですけれども、そろそろ一人暮らしを始めたいなと思ってます。いいですね、はい、その時にやっぱりケーブルテレビ、ケーブルインターネット、はい、あった方が便利だと思いますけども、いかがですか。使いますね、はい、いろんな自治体情報を検索しないといけませんね。そうですね、はい、もちろんです、はい、あちらでですね、はい、相談会今行ってますので、もしお時間あれば、はい、ちょっと足を運びいただけますか。ぜひ一人暮らしのためにもよろしくお願いします。よろしくお願いします。どなたか降りてきますよ。一回いらっしゃいませ。木村さんじゃないですか。何しちゃったんですか。すいません、ちょっと驚かしてしまいまして、はい、お名前を教えていただけますか。村岡健也です。村岡健也さん、はい、ちょっとこの村岡さんのいでたちは、はい、役職をお持ちな雰囲気ありますけれども。課長をしてます。課長、はい、何という課なんですか。ビジネス営業部営業課ですね。何年ぐらいデンサンでお勤めなんですか。もう27年ですね、はい、お子さんたちはこうインターネットとか使ってらっしゃいますか。もうバンバンですね。へえ。LINE とか。じゃあ携帯だったらパケット通信料とかも結構かかったりとか。もうそれがちょっと悩みの種でですね。家に帰った時にスマホが Wi-Fi でつながるように切り替えたいなと思ってるんで。もしよろしければ本当の営業マンがいますので。ああ、わかりました、はい、こんにちは、木村さん。こんにちは。嫁ともども大ファンです。ありがとうございます。テレテレ大ファンです。ありがとうございます、はい、改めてお名前を教えてください。広島修一と言います。広島修一さん、はい、いや、広島さんはデンサンでどんなお仕事をしていらっしゃるんですか。医療営業部というところの営業をやってます。あ、なるほど、はいはい、そういう分野の営業の雰囲気ものすごく持ってらっしゃいますよね。ありがとうございます。白衣来たらもうドクターって呼びたいですもんね。ありがとうございます。テゲテレをねご覧いただいてて、はい、ありがとうございます、はい、何かお困りごととかございませんか。テゲテレも5時と8時と11時あるんですけど、はい、なかなか時間帯で見れないんですね。で、録画もしたいなと思ってるけど録画が今できてないので、まあ、そういうサービスもあるって聞いてるので、はい、まあ、検討しようかなとは思ってるところではありますね。また今日はあちらの方で本当の MCA の営業マンが相談会を開いておりますのでぜひ相談したいと思ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、ドクターのような優しい眼差しで語っていただく広島さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。
株式会社電産執行役員営業本部副本部長兼営業戦略室室長コオロギ浩二さんにお越しいただきました。今日は本当にお世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。MCN 宮崎ケーブルテレビのサービスを電産の皆さんに今日はご提案、まあ、ご相談会を開かせていただきましたが、皆さん非常に熱心にいろんなお話聞いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。木村さん のトスアップがうまかったから。いやいや、とんでもないです。インタビューさせていただいた皆さんも非常にユーモアあふれる皆さんで、もう営業も含めてですね、もうやっぱり元気な明るい方が多いと思います、うん、本当ですね、はい、さあではコオロギ室長、はい、株式会社電産の魅力をぜひお話しください。はい、わかりました。電産は経営理念であるクリエーションをさらに推し進めていきたいというふうに考えております、はい、具体的には昨年から力を入れているクラウドサービスである B ロフトの新バージョンのリリース、 B ロフトの連携サービスや B ロフトを利用したアプリコンテストなどを実施していこうというふうに考えております。じゃあその B ロフトを利用していろんなアイデア、新しいサービスが生まれる可能性があるわけですね。あります。宮崎のお客様にですね、いろんな形でご提供していきたいと考えております。 B ロフト以外にもこれまでのサービスである自治体様向けの取り組みや、会社さん向けのクラウドサービスであるどこでもカルテ、医療機関様への手厚いサービス、電産創業当初から続く口座振替のサービス、昨年でサービス開始10周年を迎えました宮崎のポータルサイト未店など、従来のサービスもこれまで以上に品質向上に努めてまいりたいというふうに考えております。非常に多岐にわたったサービスを展開していらっしゃるんですね。はい、いやコオロギ室長、今日は素敵な機会を作っていただきありがとうございました。とんでもありがとうございます。いや長友くん、すごく充実した時間だったね。そうですね、課長のおかげでたくさん従業員の方来ていただきまして、いやいろんな人と話してよかったです、ね、え、みんな熱心にいろんな相談を、ね、そうですね、無料だからですね。いや、はい、中田君有料の相談やってないから、MCN、無料でやっていきたいと思っております。いつも無料なんでね、はい、よろしくお願いいたします。いやでも MCN も電産さんみたいに地域貢献ますます頑張っていこうね、はい、そうね、頑張ります。